皆さん、こんにちは。ギャリバンゲーム TV のギャリバンです。それでは、夜回り、前回の続きからスタートしましょう。今回はね、目標が書いてないんだよ、左腕のね。なんで、多分この辺なんだろうね。行ったこと、っていうか、もう工場しか行ってないか。ね、行ってないとこは工場だけだな。はい、だ、おそらく工場かなと思うので、行ってみましょう。この手紙はないね。なんだい。なんだい。足音が聞こえるな。お、なんだよ。何ここ。閉じ込められてたってこと？出口を探さなきゃ。そうだよね。何ここ。超不気味なんだけど。閉まってる。わあ！あれ、これ街中で見たじゃん、商店街。何このでっかいの。逃げた。なんだいここ、どこ。工場だ。わー、いっぱいいるじゃん。お地蔵さんとかいないの。怖い。端っこか。ここはいける？いけそうもないな。あ、なんかある。よし、急げ急げ。うわー、怖えな。滑ったら一巻の終わりじゃない。おい、何、来た来た来た、助けて。パイプ折れた。戻れないよ。この先行けって。わーわー、これ怖いな。ここももうないか。行けないんだ、どこも。うわー、怖え。なんだよ。いきなり出てくるな。ここだけだ。何？どこへ続いてんだ？工場の新聞。あ、降りられてきた。これは隠れるとこだろう。わっ、なんで。また来た。マジかよ。子供のサンダル。取っとこ取っとこ。よしよしよし。とりあえず取れたからよかったか。いやー、ここは難解だね。難しいぞ。車があるな。何これ。うわっ、無理だろ。怖え。いなくなった。あ、消えた消えた。オッケー。いやー、怖え。何この先、何がある。ぺしゃんこになってる。いけないの。あ、いけるっしょ。よかったよかった。ここも隠れるところ。
上がれる。どこに続いてんだ。ここは行き止まりだな。ここは何にもない。上だけか。うわ、来てる。なんだこれ、鍵がかかってる。マジかよ。よし、オッケーオッケーオッケー。うわ、来た。さあ対決だ。なんとかこれで大丈夫か。引きつけたよね。なんか落ちてるな。なんだこれ、誰かの死体か。ほら、なんか落ちてる。これを使えばいいんじゃない。いやー、でもなんとか無事来れたよ。小さな鍵だよね、これだ。煙突と。よし、入ろう。煙突の端ってことだよね。うわっ、マジかよ。走れ走れ。どこどこ。マジかよこいつ。よし、なんとか。キッズは走ってるや、多分あれだからね、大丈夫だからね。正門の鍵取ってやられた。まあなんとかね。でこれで工場から抜けるってことか。来た、反対反対、急げ、反対逃げろ。どこ行く、どこ行く、こっち。あぶね、なんとかやったか。道できた。わ、やった。被害に遭われないか。なんとも残酷な最後だねこいつ。まだ生きてんのか。早く逃げた方がいいよ。なんか落ちてない。ポロだよね今の。ポロっぽかったけど、何それ。何が落ちてる。うわ、なんだよ。古いお守り。これはお姉ちゃんのお守り。お姉ちゃん、ちょっと心配になってきたな。あ、ここで正門の鍵かな、開くんかな。よし、開いた。ことはもうさらばだよ。夜回り、夜の街をぐるぐる回ってたあのお化けにお姉ちゃんもさらわれたことがあるみたい。お姉ちゃんのお守りは強く握られてすっかりクタクタになっています。でも確かにギュッと握りしめると何かあったかい気持ちになれるのです。はい、一番大変なショーだったかなと思います。結構ね、まあ、だいぶカットはしてるんですけど、めちゃくちゃね、お化けにやられました本当に。なので次回もまた頑張っていきたいと思います。では面白かったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ゲリマンでした。また会おう。